広がるのは君の世界、どこまでも続く世界。よろしくチーター、口だらけうちです。ナナプルです。ヨペットです。本日もクリムゾンヘイズの新カードを使った対戦動画をやっていこうと思います。はい、イエイ。対戦ワクワク、楽しみです。はい、今日はね、アンフェアスタンプをね、強く使えるデッキを持ってきました。きました。アンフェアスタンプですか。はい、はい、何と組み合わせてきたんですか。もうね、これは僕の大好きなアーボック EX とね、組み合わせたデッキをね、持ってきました。うわー、これはね、手札なくなっちゃうかもしれない。楽しみだったけど、うん、辛い気持ちになりそう。いや、でも頑張りますよ。はい、動画の最後にはデッキの解説もありますので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは、やっていきましょうか。最初はグーじゃんけんぽい。じゃあ先行にします。それでは対戦始めていきましょう。よろしくお願いします。バトルスタート。アーボです。シリエです。じゃあ1枚引きます。いいよ。じゃあネストボール使います。はい。輝く月光がベンチに出します。はい。まだ使います。仲良しポピン使います。はい。よいしょ。じゃあアーボとリッパをベンチに出します。はい。じゃあ隠し札使います、はい、アクエネルギー取らして2枚引きます。じゃあ手札からアクエネルギーバトル場のアーボにつけてベンチのアーボに隠し装置つけます。じゃあこれで番終わります。はい。じゃあ1枚引きます。ベストボール使います。はい。輝く月光が出します。はい。でまだ使います。仲良しコフィン使います。うん。セビエとセビエ出します。はい。リッパも出します。はい。隠し札使って2枚引きます。ポケストップ出します。はい。で効果使います。はい。1、2、ああ。なるほど。ジェットコースターみたいなテンションになりました。ひどい手が。はい。仲良しコミン使います。はい。リッパをベンチに出します。はい。輝く月光場に水エネルギーをつけます。はい。これでサポート何邪魔使います。はい、わかりました。それで番終わります。はい、はい、じゃあ1枚いきます。じゃあポケストップ使います。はい。1、2、3。じゃあダークライブとポケストップ取らします。はい、はい、加わります。じゃあハイパーブル使います。はい。リッパとガチガチバンド取らします。アーボック EX 加えます。はい。じゃあアーボをアーボック EX に進化させます。うん。アクエネルギー手札からつけて、じゃあボスの進化リッパをやります。いやー、いやですね。はい、はい、じゃあこれで技を使います。縛り付けるで70ダメージですね。気絶します。はい。それで1枚やります。じゃあ輝く月光が出します。1枚引きます。隠し札使います。はい。ベストボール使います。はい。ポージャン EX を出します。はい。まだ使います。はい。ハイパーボールで水エネルギーとハイパーボールトラッシュします。はい。リーダル加えてきます。うん。リッパをリーダルに進化させます。はい。そして不思議な飴を使ってセビエをセブレイブに進化させます。はい。では働く前まで3枚引きます。はい。ポケストップ使います。はい。1、あーさあ嫌ですね。カイが2枚トラッシュに行っちゃった合計で。輝く、ね、下降を逃がします。はい。で、オーシャン EX を出して、この中で1使います。はい。水エネルギー2枚加えてきます。はい。スーパーエネルギー回収を使います。水エネルギー2枚トラッシュして、はい。水エネルギー4枚手札に加えます。うん。セグレイブの極点を5回使って、5枚をオーシャン EX につけます。はい。では、技を使います。フェールブレイブで5枚トラッシュして300ダメージです。強いですね。まあ、この辺はね、パオジャン EX さすがですね。はい、大ダメージ出していきます。アーボケース気絶します。はい、最後2枚取ります。はい、じゃあ、学習装置の効果でアーボに核エネルギーをつけます。はい。じゃあ、輝く月光がを出る前に出します。1枚引きます。はい。じゃあ、ポケストップ使います。はい。1、2、3。うわ。お、来ました、アンフェアさん。気絶させちゃった、さっき。じゃあ、ダークパッチ使います。はい。アクエネルギーをアーボにつけます。もう一回ダークパッチ使います。はい。アクエネルギーをアーボにつけます。はい。じゃあ、ベンチにアーボとダークライブリー出します。はい。そして、この番のサポートはボスの指令使います。はい。じゃあ、ビーナルを呼びましょう。嫌だ。
じゃあこれはビーダルを倒しながらのエーススペック、あのフェアスタンプ来るか。来ました、あのフェアスタンプ使います。はい、じゃあ切ってもらって、これマナップル止まるかもよ。やばすぎる。え、ポケストップめっちゃいい感じに使われてる。うわ、じゃあ手札からアクエネルギーアーマーにつけます。リッパをビーダルに変化させます、はい、そしてポケモンエリカに使います、はい、輝く月光を下げて、じゃあアーボ行きましょう。出てきた、本当に倒されたくないビーダル、はい、いやだ。ネストボールに使います、はい、じゃあマナビベンチに出します、はい、じゃあ働くまで4枚いきます、はい、頼むアーボック EX。 うん、引きにいってるね、はい、4枚です。飲むから来ないでほしい。じゃあアーボック EX に進化を出ます。はい、来ました。みんなすごいの声。はい、じゃあラクパチに使います。はい、アクエネルギーをアーボにつけます。はい、ではこれで技を使います。メラスパンク150ダメージで、はい、はい、相手は相手自身の手札を2枚選びトラッシュしますと。お、2枚選びトラッシュ、選ぶっていうかお手配しかないです。はい、はい、じゃあトラッシュします。はい。適切ですね。はい。これがアンフェアスタンプとのコンボか。強いですね。アンフェアすぎる。最大1枚取ります。はい。じゃあ、ポージアン EX 出します。1枚引きます。ちょっとダメっすね。ほうほうほう。この中で息使います。はい。水エネルギー1枚加えてきます。はい。では、ポケストップ使います。はい。1、2、3。はい。全部加わります。うん、大地の器使います。はい、マナフィートラッシュします、うん。雷エネルギー加えてきます。はい、じゃあ隠し札使って2枚いきます。はい、いやー、スーパーエネルギー回収が欲しかったけど来なかったですね。なるほど、なるほど。暗号マニアの解読使います。うんうんうん、この2枚にします。はい、じゃあ上に置きます、はい。これでね、次の番に備えていると。うん、よかったです。ではこれで番終わります。わかりました、はい、じゃあ1枚引きます。じゃあダークライブをダークライブ以下に進化させます。はい、じゃあこの番のサポートジャッジマン使います。ちょっとここに置いたのに、回を置いたのに、まあまあね、じゃあアーボクエックスに進化させます。はい、手札からアクエネルギーアーボクエックスにつけます。じゃあ働くまで3枚引きます。はい、じゃあ隠し札使います。アクエネルギートラッシュして2枚引きます。じゃあこれで技使います。メラスパングで150ダメージですね。はい、で相手は相手自身の手札2枚選んでトラッシュしてください。じゃあネストボールと不思議な飴トラッシュします。なるほど、わかりました。はい、じゃあ1枚引きます。はい、すごい釣り竿引きました。使います。なるほど。リッパとエネルギー2枚戻します。はい、でまだ使います。はい、ネストボール使います。はい、リッパをベンチに出します。はい、そしてバナナクレーキ使います。はい、水エネルギー2枚加えておきます。はい、隠し札使います。はい、頼む、2枚海を引きました。なるほど、使いますよ。海洋画とスーパーエネルギー回収を加えておきます。はい、スーパーエネルギー回収使います。はい、海洋画と鉄の海面 X トラッシュします。はい、水エネルギー4枚加えておきます。はい、エクテーを使って5枚、パオジャン X につけます。うん、いやもうギリギリの戦いですから、なんとか倒せそう。じゃあ、ヘイルブレード使います。5枚トラッシュで300ダメージです。はい。じゃあ、アボク EX を記述します。はい。最後2枚取ります。はい。じゃあ、アボク EX をバトル場に出します。はい。1枚引きます。じゃあ、ハイパーボール使います、はい。仲良しポフィンとアクエネルギートラッシュします。じゃあ、ビーダル加えます。はい。じゃあ手札からアクエネルギーダークライブ下につけます。じゃあこの場のサポートはナンジャモン使います。はい、ナンジャモン、はい、手札2枚になっちゃうよ、ね、そうなんですよ。手札が2枚になるということはつまりということはメナスファングが刺さりますね。まあここからがね、見せ場ですよね、うん、はい、じゃあ4枚引きます。はい、2枚引きます。まあ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 、はい、4枚です。じゃあ働く前まで1枚引きます。はい、これで技使います。メナスパンで150ダメージで、うん、150で、はい、じゃあ手札2枚選んでトラッシュしてください。全部トラッシュ、はい、はい、わかりました。じゃあ気絶します。はい、じゃあ最後2枚やります。じゃあセビエ出します。はい、1枚引きます。じゃあポケストップ使います。はい、はい、あー、かいが、かいが、なるほど、なるほど、なるほど。ハイパーボール1枚だけど手札は合計2枚なので、ね、ハイパーボールも使えない。ビーダルこれはね
終わりました。わかりました。止まった。ありがたい。これもトラッシュ濡れちゃうよ。じゃあ1枚聞きます。じゃあね、ソウル使います。はい、は出しません。はい、じゃあダークパッチ使います。アクエネルギーをダークライブスターにつけます。はい、じゃあこれで技使えます。メナスファングで150ダメージですね。はい、はい、で、じゃあ手札2枚選んでトラッシュしてください。やだー、お、スーパージェル回収、これありがたいです。やだ、はい、じゃあサイド1枚取ります。はい、次に出します。はい、1枚引きます。ビードル、ビードル、ビードル、あー違う。なるほど、ポケストップ使います。はい、甘い。はい、どうだ、どうですか。お、全部加わりました。なるほど、強そう。うん、スーパーエネルギー回収使います。はい、大地の座と仲良しパフィントラッシュします。うん、水エネルギー4枚加えてきます。はい、じゃあこれで隠し札使います。うん、ない。ダイムキャッチャーでビーダルを足止めしながら実行手裏剣を使うっていうルートもあったんですけど、タケチーのトラッシュにはポケモン入れがあるんですよね。あります。だからね、スタービスで拾われちゃうから意味がないんですよ。足止めがね、できなさそうだよね。です。なんで、終わります。はい、わかりました。じゃあ、1枚引いて、じゃあこれで技使います。メラスカンドで、はい、ダメージですね。はい、じゃあ選んで。じゃあ、2枚。トラッシュ。わかります。はい、はい、じゃあ、サイド1枚取りました。ということで、タケチーの勝利です。ありがとうございます。できなかった。うん、終盤良かったですね。そうだね、気持ちよくなりました。途中もね、そうそうそう、アンフェアスタンプと組み合わせて、手札ゼロになってたからね。うん、きつかったです。じゃあデッキ解説していきます。こちらがクチーと竹内が作ったアーボック EX デッキです。中盤はアンフェアスタンプとメナスファングの組み合わせで相手の手札をゼロ枚にすることを目指します。終盤はナンジャモと合わせることで再び相手の手札をゼロ枚にして動きを止めたいですね。ダークライブイスターも採用しているので、ブイスターパワースタービスでアンフェアスタンプを手札に戻して再び使うということもできちゃいます。相手を妨害することに長けたデッキなので、ぜひ試してみてください。2人が使ったデッキのデッキレシピは説明欄に貼ってあるので、ぜひチェックしてみてください。はい、この動画ね、楽しかった方はぜひこの方チャンネル登録をお願いします。お願いします。楽しくない人は楽しくない人もお願いします。楽しくなかったけどします。見てる分には面白かった。はい、よかったです。はい、それでは皆さん、また次回バイバーイ。